気のせいだ。電車かな。時々聞き違えるんですよ、水の音。スーッと静かに水が溢れる音。聞いたことあります？あの音がしたら一気に来るんです。あっという間、太ももから腰から耳の下あたりまで水が来て、ここら辺の古い建物をよく見てください。今でもね、あるんですよ、温度川の水が溢れた時の跡が線みたいに残ってる。僕たち、地球の言葉で言うと火星人なんです。体じゃなくて、心だけで生きる。でね、60年前かな、この町に来たんです。最初にこの場所に住み着いたのはそこのローズさん。次の年にローズさんに呼ばれて5人が移住しました。この場所に町を作ってローズさんが行って手伝いに来たんですね、僕ら5人。それがいつの間にか60年もここにいちゃった。何が大変だったかって、水ですよ、水。恩田川の氾濫、もうね、僕なんか何度も溺れちゃって、ここ川沿いまで一気に水が来るんです。息が苦しゅうて溺れるっちゅう。それが今じゃもう水は来ません。よくあるでしょ、なんとか大陸では昔宇宙人が人類に文明を授けたって話。あれと同じ、僕たち火星人がこの町の人たちにある知恵を授けたんです。商店街を作りなさい、商店街を結成しなさい。周りの町に人が集まり始めて、この辺りに飲み屋ができたんです。で、親睦会が作られたんですね。その頃、川の水が問題になってて、マスターやママ大弱りですよ。それでね、火星人仲間の誰だったかな、調べてきて商店街を結成しようって提案したんです。商店街を結成すると補助金が出たり水害対策の申請が通りやすくなる。それでね、緑親衛会を発足させたんです。1974年、もう40年。40年っていうと結構な時間ですよね。僕らにとっても短くはない。その時から景色は変わり、子供たちも大人になって、今じゃこの町でママをやってたりします。火星人仲間のめぐみちゃんとか子供好きだと
こと覚えてる人なんかな。セーター中山飯店と玉カフェの間の道へ行ったところにいるんですけどね、よかったら寄ってみてください。それじゃあ僕はこの辺で、じゃあ